今朝も福音新報を持ってまいりました。10月5日の福音新報です。まあ、地方紙ではありますが、やはりトップにはこの記事ですね、岸田新内閣の発足と。解散総選挙になりそうですが、この日程が発表されました。今月の19日公示、そして31日に投開票、まあ将棋で言えば棒銀ということで速攻で決めようというこういうことなんですが、さあどうなんでしょうか。岸田内閣発足からの第49回衆議院選挙秋田2区、当然皆さんがいろんな尺度指標を持って候補者を選ぶんですけど、私は今回は5つのポイントに絞って候補者を選んでみたいなと思っています。1つ目は人口減少問題、2つ目は高齢化の問題、3つ目は農作物の価格政策、4つ目はエネルギー政策、そして5つ目に交通アクセス問題と。2つ目国家観、目先の問題も重要、しかし国家観をどう捉えているか。こんにちは、能代山本ふるさとライブの佐藤です。今日は10月の5日火曜日です。手元に、今回は今朝の北風新報を持ってまいりました。10月5日の北風新報です。まあ、地方紙ではありますが、やはりトップにはこの記事ですね、岸田新内閣の発足ということが紹介されております。で、この新内閣発足同時にですね、今回は衆議院選挙、今回は解散総選挙になりますね。この日程が発表されました。今月の19日公示、そして31日に投開票というスケジュールが発表されました。まあ、将棋で言えば棒銀ということで、まあ野党の体制が整う前に、一気に速攻で決めようというこういうことなんですが、さあどうなんでしょうか。ということで今回はこういう内容でお時間を頂戴します。岸田内閣発足からの第49回衆議院選挙秋田2区と。岸田新内閣の発足に伴い実施される第49回衆議院選挙、それの秋田2区に注目してみたいと思います。今日の北風新報ですが、まあ一面は、まあ岸田新内閣に関しまして、淡々と事実を報道しています。で、これをちょっとめくってみますと、第7面ですね。ここにこういう記事があります。新リーダーに注文相次ぐということで、今回の新内閣発足に伴いまして、北風新報の方で、地元能代山本で、有権者にインタビューした内容が一部紹介されています。少し読んでみますと、例えばですね、能代市大瀬の斉藤さんという名前が出てますけど、こちらの方はですね、福祉関係の人や若者の給料が上がるように頑張ってほしいと書いてます。それから、経済全体の見直しを図ってほしいとか。そして他に、注目したのは、菅前首相が脱炭素社会の実現ということで、いろんな政策を打った中で、能代としては洋上風力発電ですね。これに関しては地元企業も参入を図っていて、これに関する、要望、リクエストなんかも書いてあります。このようにいろんなジャンルでいろんな方々が自分のドメインからこう要望、リクエストを発しています。そしてこのようなリクエストを実現しようと思ったら、まあ新聞記事では岸田前首相に対する要望ということを書いてますが、当然今度選ばれます新しい衆議院議員、ここを通しての国会のアプローチということになります。そういう面では10月31日に行われます衆議院選挙はとても重要な位置づけを持っております。で、当然皆さんがいろんな尺度指標を持って候補者を選ぶんですけど、私は今回は5つのポイントに絞って候補者を選んでみたいなと思っております。先に項目を言いますと、1つ目は人口減少問題です。人口減少問題。
2つ目は高齢化の問題。3つ目は農作物の価格政策。そして4つ目はエネルギー政策。最後に5つ目として交通アクセス問題と。この5つを私は重要なポイントとして候補者の意見を聞いてみたいなと思っています。簡単に言いますと、まず人口減少問題ですね。これはまあ国家の問題としても重要なんですけど、それ以上に秋田県、そして能代、山本では重要な問題となっています。まあ減ってるわけですよ。で、いろんな少子化対策とか言っても、実際何も進んでませんよね。で、そろそろお題目としての項目提示は、賞味期限を超えていて、実現する段階に入っています。具体的には秋田県の場合は、若者ですよね。若い世代が仕事をして普通に生活するという環境がないと人口減少は防げませんから、そこに対して本当に具体的にどういう政策を持っているかと、若者をどうやって定着させるかと、まあ一旦東京行ってもまた帰ってこれるかということを考えてほしいと、そこにどういう考えを持っているかということを聞いてみたいと思います。二つ目、高齢化の問題。これは今言った若者の定着の問題が片側の柱とすれば、もう一個は、このいわゆる介護に代表される社会福祉ですよね。社会福祉問題をどう捉えるかですよ。例えば高齢化による、高齢ドライバーの問題も含めてそうですけど、若い世代がどうやってそのビジネスとしてね、仕事としてどうやってその介護とか、そういう社会保障に関われるかと。いうことは重要です。今回も岸田さんが、介護の費用とか、そういう人件費は国が決定できるものだから、そこを使って、人件費を上げると言ってますけど、さてどうなるかということです。そこも含めまして、実際に具体的に、高齢化問題に取り組むテーマ2個として、一つは若者が定着できる街をどう作るかと、そういう社会システムをどう作るかということが一つ。そして一方で、実際に高齢化した方々をケアするための仕組みをどう支えるかというところに関して具体的なビジョンを持っているかどうかということを聞いてみたいと思っております。で、3つ目。これは農作物の価格政策です。例えばお米。安いですよね、明らかに。どんどん米価下がってますよね。で、実際能代でこう暮らしてみると、本当農家さんの仕事を見てるとね、手間かかりますよ。だそれを見てますとね、大価安いなと思ってます。で例えば、ちょっと一部、今回の自民党総裁選出てましたかね。米なんかはね、備蓄としてね、国家としてこの、買い上げて保管するっていうシステムを、もっと強化すべきだっていう人もいました。まさにそうだと思います。この経済安全保障という概念も入ってますので、そこも踏まえて、この国のこの、うちの人だったら、ネギとか、米とかあるわけですけど、この辺に対する価格政策を国として真剣に考えてほしいと思います。当然、通信と食料は最大の国防政策だと言われています。国防そのものです。リスクマネジメントそのものです。なので、ここはぜひ考えてほしいと思いますので、この点に関する意見なんかも聞いてみたいと思っています。で、4つ目、エネルギー政策。いわゆる再生可能エネルギーも含めてそうですけど、これに関する、地元の議員の考え方をしっかり聞いてみたいと思います。例えば洋上風力発電に関しても反対する意見ってまだありますよね。で、いろんな理由があって、一部以前は漁業関係者の反対がどうのこうのってあったけど、最近の新聞見ててもそうですけど、若い世代はあまり気にしないですよね。そこはそことして対策を打って新しい次のステップへ行ってる例があります。例えば景観がどうだとかっていうレベルはちょっとね、レベルが違ってきました。歴史見ててもわかりますが、人類って何かを得るために何かを失ってるわけですよ。そのバランスの問題です。で、ここは多分どっちにしても100点取れないんですけど、そこを決めるのが政治です。それに関しまして、今回の議員の候補さんたちはね、どういう考えを持ってるか。例えばある議員さんは、いや、日本海の景色が重要だからやめろっていうのかもしれない。で、一方は、エネルギー、世界の潮流がね、再生可能エネルギーに向かってんだから、じゃあそのためには一部犠牲になる部分もあるだろうと。その代わりこういうケアをしよう、こういう手当てをしようという発想も一つです。なので、
このエネルギー問題に関しましては、まさに国家を語り見るは重要なファクターですから、意見を聞いてみたいと思います。最後に交通アクセス問題です。これは能代山本独特の問題です。高齢ドライバー問題で、高齢ドライバーが免許証を返納すると、地元の、交通機関を利用できるようなサービスをしようと。つまり公共交通機関を使えるようにしようと。それによって免許証の返納を促そうという流れがある一方で、例えば今回も大館から秋田に向かう高速バスが、乗車客の減少によって減便されました。そういった一方で、このどんどん交通面では公共交通機関がですね、グレードダウンしてるわけですよ。なので、高齢者のための公共交通機関のバージョンアップというなら、一方で公共交通機関が減ってるという現状もありますので、この辺どうバランス取るか、これもとても重要な問題です、地方では。したがって、繰り返しますが、私は今回5つの問題を重要なファクターとして候補者の話を聞いてみたいと思っています。1つ目は人口減少問題。2つ目は高齢化の問題。3つ目は農作物の価格政策。4つ目はエネルギー政策。そして5つ目に交通アクセス問題と、こう考えています。もちろん国会議員ですから、一丁目一番地に関する問題はありますよ。大きく2つ。日本の景気対策をどうするか。これは誰がやっても当たり前、当然に考えるべきです。こんなものは争点にならないと思ってます。で、2つ目、国家観。目先の問題も重要。しかし、国家観をどう捉えているか。これも重要なので、ここはもう細かい政策と別にね、会話の中で聞いてみたい。どのような景気対策を考えているか。そして、あなたはどんな国家観を持っているかということを考えて、話を聞いてみたいなと思ってます。以上、ちょっと、北欧新報としては、ちょっとテーマ大きいですけど、今回は、お時間いただきまして、岸田内閣発足からの第49回衆議院選挙、秋田に行くという話をさせてもらいました。実際、今回の秋田に行くの場合は、現職は金田さんですね。前回選挙で、小選挙区で当選してます。そして、もう一人の現職は、これ比例かな？比例復活ですね。小選挙区で落ちちゃったんだけど、僅差でしたからね。緑川さんが2人目の秋田2区の国会議員です。前回は1672票という極めて少ない、差で、小選挙区は決着しました。ただ、これも金田さんが、有権者に対しては27.1%の投票なんですよ。で、一方で落選した緑川さんは26.5%の投票です。わずか0.6%の差です。で、金田さんは、前回は7万票台でしたけど、前の選挙では8万票台なんですよね。その前は9万票台なんですよ。したがって、選挙やるために9万票台、8万票台、7万票台と押してきて、しかも、前回はわずかの1672票の差で決着してます。さて、今回どうなるかということも含めて、ここは皆さん慎重に、今後の4年間、最大4年間ですね、を任せる国会議員ですから、選んでほしいなと思っております。以上、今回もお時間を頂戴いたしまして、ありがとうございました。佐藤でした。